くん。キリト君の顔、こうやって見るのは久しぶりな気がするな。そうか、毎日見ているような気がするけど。もう、そういうことじゃありません。冗談だって。確かにデスガン事件のこともあったからな。俺もこうやってアスナと話すのは久々な気がするよ。あのね、そのことなんだけど、もうあんな無茶はやめてね。試合見ててすごく怖かったんだから。ごめん、悪かった。もしかしたら死んじゃうんじゃないかっていう心配もあったんだけど、事件が落ち着いた後もね、キリト君がどこか遠くに行ってしまう気がしてすごく怖かった。アスナを残してどこかに行ったりなんかしないさ。本当かな。本当だ。何があっても私はずっとキリト君と一緒にいるからね。約束だよ。ああ、約束する。